しのぶを助けたくても方法がわからないの。そもそもジャックって何者なの？ハロウィンをめちゃくちゃにしようとしていること以外わからないの。出会った場所？確かにそこなら手がかりがあるかもなの。よく言ったな。急いで向かうな。ついてこいなの。ここなの。ここにほら、あったの。近づいてみるの。ドクロ親父はここが霊界とつながってるって言ってたの。中には何があるかわからないし、すっごく危険かもしれないの。もしかしたらお前も死んじゃうかもしれないの。それでも一緒に来てくれるの？ありがとう、ナナ。大丈夫なの。もし死んじゃっても都がずっとそばにいてやるな。それじゃあ行くな。ついたの？ってここどこなの？お城の中みたいなの。うう、不気味なの。幽霊の都でもゾッとするの。もしかしたらジャックはここから来たかもしれないの。わあ！びっくりしたの。なんで霊界に魔物が。そこは毒だ。聞いてないの。どうして。そうなの。だから倒しても起き上がってくるの。よく気づいたの。だとしたら戦ってても時間の無駄なの。お前は危ないから都のそばを離れるな。マナ、しばらくプリンを食べてなかったの。一旦プリン休憩にして、手がかりはそれからに。そうだったの。都のプリンはジャックに全部取られてたの。もう無理なの。動けないの。プリンが食べたいの。そうなの。ジャックのお城ならお菓子の一つや二つあってもおかしくないの。プリンはどこにあるの？プリンずらするぞ。ジャックはバカなの。こんなこと書いたら見たくなるに決まってるの。ハロウィンはあの世とこの世の境目が曖昧になって霊界の扉が開く。昔はその度に人間から貢ぎ物があって、オイラはその見返りに秋の実りをもたらしてたんだ。それにハロウィンの日だけはオイラも人間に混じってトリックアトリートって遊んでたけど、気がついたら人間はオイラの存在を忘れてて、
自分たちが楽しむためのパーティーばっかりしてる。本来のハロウィンを忘れちゃったんだ。貢ぎ物がなくなってオイラは力を失った。そして一人ぼっちになっちゃったんだ。今年こそオイラを忘れた人間に復讐する時だ。日付が変わって霊界の扉が閉まるまでに依り代を見つけないとオイラは力を出し切れない。また一年待つことになる。それだけは避けないと。霊力の強いやつに憑依してハロウィンが終わるまで待てばオイラの魂と依り代の体は完全に一つになる。最後に集めたお菓子を貢ぎ物として食べればオイラの力は完全復活。現世で大暴れしてやるんだ。バカな人間に仕返ししてやる。人間に忘れられた。ジャックにそんな過去があったの。あいつももしかしたらかわいそうなやつかもしれないの。少しならジャックの気持ちもわかるの。忍やお前に会う前の都も友達なんていなかったの。でもだからといって忍の体を奪っていい理由にはならないの。都はそんなことしなくてもみんなと友達になれたの。一人でプリンを食べたりランドセルをぶらつくのも楽しかったけど、みんなに会ってからのが何倍も楽しかったの。だからジャックは絶対に止めるな。この日記の通りならハロウィンが終わるまでにジャックを何とかしないと忍は永遠に戻ってこないの。忍がジャックでジャックが忍になるの。そんなのダメなの。都の忍がいなくなっちゃうの。この体の持ち主がそんなに大事？忍じゃなくてジャックなの。手下の魔物から城に侵入者が現れたって報告があったんだ。戻ってきてみたらやっぱりお前たちだったか。涼しいな。勝手に上がり込んで日記まで読み漁るなんてさ。人の体に勝手に入り込んで子供からお菓子を奪ったり都のプリンを取ったりしたやつに悪く言われる筋合いはないの。絶対に取り返すの。プリンも忍も。取り返せるものなら取り返してみろ。ジャック、お前は間違ってるの。忍待ってるの。必ず体を取り戻してみせるの。